会いたくて、話したくて、遊びたくて、笑いたくて、あなたとなかなか手をつなぐことができない今だから余計にそう思うのかな。前向きになりたいのにどっちが前かわからない時がある。だから上を向いてみようとこの場所に車を走らせたんだ。花の美しさは人に上を向く時間をくれるって前に教えてくれたよね。その時桜よりも梅が好きって言ってたっけ。梅にうぐいすって情緒を見つけた日本人の感性が好きとか、花も実もあるって言葉は多分梅のことを言っているんじゃないかなとか。そして今この花からあなたの声が聞こえている。梅は寒い季節に花を咲かせることから、激しい状況でも笑顔を絶やさない人のことを指すんだって。私笑顔でいられてるかな。あなたが好きなこの花のように。心が塞がれそうな毎日だけど、一輪の花から前を向くコツを教わったような気がする。心を着替える旅をしよう。長崎フォトリップは長崎県本田カーズの提供でお送りしました。